では次です。続いては、パッチ 3.0 ぐらいから、はい、片手弦具、はい、片手ジュグの新装備がほとんどありませんが、はい、その理由を教えてください。はい、うん、これもなかなか答えづらい質問なんですけれども、うん、お願いします。 2.X シリーズの、はい、まあ、途中まではもともと旧 FF14 時代から、うん、自走経過が進んでいたものもあって、はい、でそのせいで一部の幻術呪術の巻は、うん、片手として実装してしまっているんですけれども、はい、ナイト以外のジョブはですね、はい、基本的には1ジョブ1武器でいきたいと考えてます。これなんでかと言いますと、はい、まあ、当然ですけれども片手って両手に比べて盾を装備することを前提にしていくんですね、うん、その比較1アイテムずつを比較した時にはやっぱり単体性能が、はい、まあ、落ちちゃうことになるのと、あと、まあ、コンテンツ報酬で武器をドロップ仕込んだりとかすると、うん、当然その盾持ちのクラスの方とジョブの方はですね、はい、両方入手しないと、まあ、アイテムレベルが揃わないっていう能力をかけさせてしまうことになるので、うん、もう呪術幻術は、はい、両手で統一しようということを決めました。はい、はい、で例えばもぐもぐリリーとか、あー、はい、デザイン自体は人気があるから、はい、ね、うん、ミラプリに使いたいんだけど、うん、それが使えないんだよというご要望はですね、すごい言われます僕、はい、はい、聞きますので、はい、その場合はですね、はい、もぐもぐリリーの両手版みたいなものを入れてですね、ほう、それはいつなの今でしょ本当に3.1入りません、 3.1 入りません、はい、3.2 で、はい、はい、3.2で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、